はい、今日の一品です。まずは小ネギを1本ですね、細かく切っていきます。細かく切ったらとりあえず置いておいて、次に食べるいりこ、小さいいりこですね、これをフライパンでパチパチ音が言い出したところで油をちょっと入れるとカリッと仕上がるので、すぐ焦げるので注意しながら炒めてください。ここに塩コショウを少々、軽くでいいです。こんがり焼けたらこれにネギを加えて、マヨネーズと和えてから、ここに醤油を少々、はい、これで混ぜれば完成です。ネギマヨいりこ、お弁当にどうぞ。